助動詞17助動詞のシュルまたはニードノットプラスハブ過去分詞のパターンですはい助動詞プラス完了形なんですけれども今回はシュルとニードノットを特に絞り込んでお話しますこれらはですね感情気持ち助動詞貫く気持ちがぐぐぐぐぐっと言ってすっごく出てくるパターンなんですですからね長文の中でもよく出てきますので今回でしっかり身につけておきましょうそれではスタートです それでは例題「だせん」次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさい2つ用意しました「あなたはそれをするべきだ」「言う空欄ソう」と2番「あなたはそれをするべきだったのに」「言う空欄フうと」さあ2つ並べたということは比べなさいってことでしょうからあなたはそれをするべきだったのにするべきだあらまあ、するべきだ」ということで「ねべきだ」っていう気持ちが表れてるね。 でこれはね助言的な意味で「手」で良さそうだよね。でそれをするべきべきあれべきを気持ちでいいんだけどだったのになんだこれ過去も現れてるし「のに」の部分でプラス何かがもう一丁あるよね。そうなんです今回のポイントは 単純に気持ちで内容が過去だけじゃなくてもう一押しああもうだったのにというものが込められているのですだからさっきとは分けたんですシュドとニードノットの場合完了形を後ろに取ると何が出るのかそこが今回のティケーズポインこちら助動詞のシュドまたはニードノットプラスハブ過去分詞ね、これを助動詞プラス完了形なんですですから基本は過去についての今の気持ちなんですけれども 後悔や非難これが現れてくるというポイントなんです。ですからね、えーえー、ここのハブプラス過去分子で過去についてのお話は一緒。そして、ね、助動詞の今の今気持ちも現れてるのでもねはい「シュドハブ過去分子するべきだったのに」ねさらにここの「のに」という気持ちこれ後悔や非難。 自分のことだったら「あー俺ちゃんとやっとくべきだったのに」。他人だったら「もうあなたほ,らほにゃららするべきだったのに」。「ニードノットハブカコ過去分子もほにゃららする必要はなかった」。「のに」。自分だったら「<laughs> あーそんなことやらなきゃ」。他人だったら「もうなんで?」ということで後悔や非難の意味が込められているんですこれは「主でハブ過去分子ニードノットハブカコ過去分子」特別なことなんです。 分かかったかなそれじゃあ戻ろうとすると1番2番比べてもお分かりです上はねまだ終わってないことだからするべきですよっていうことで「シュドゥドゥ」いいよねこれ別にただのアドバイス後悔も非難も別にないですねやっといた方がいいですよって言ったのところがもうこれ終わっちゃったのもう気にするべきだったのにそうねこれは避難にしようかな人のことだからね ブーブ,ーブーブーということで避難というわけで「しゅる」「はブダンはいこのようになるわけです。「しゅルするべき」という気持ちそして過去のことで「はブダンなんだけれどもそれだけじゃなくて避難の意味も込められているんです。さあどうでしょう「しゅル特別だね。 でもちろん、ね、シュドの代わりに out to を使うこともできるんですけれども今回シュドに絞って説明していますシュドゥだった場合は現在のアドバイスところがシュドゥハブ過去分詞だともうするべきだったのにという非難や後悔の気持ちが込められるんです新しいことまた身についちゃいました続いてこちらどうすん、えー、あなたはそれをする必要がなかったのにあなたそれ 必要がないおっときたそうすると「必要がうんぬん」っていうところは「ニードを使いましょうか。で「なかった」っていうのは、ね、過去についてだよと。でも「のに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 」という後悔か非難かが込められるわけです。 で今回は「あなたは」だからね特にこの「避難」「もうあなたは」っていう方がいいかもしれません。そうすると「はい必要がなかったない」ね「not、えー」の意味も込めて「need、ね、not」そして「それをする」だから「h a v e them so」「you need not have t h e m s o l you need not have t h e m s o l ということ。 それをする必要がなかったのになんでしちゃったんだということになります。で、今回は気持ちいいというかね。必要性を示し、そしてなかったというノットで本当はここにディルが置ければよかったんだけれども、ディル置けないよね。じゃあどうするか、完了形で過去を表す。need not have 過去分詞する必要がなかったのに、後悔や非難が込められています。はい、先ほどのシュルと同じパターン、もうバッチリ身についたはずです。 おさらい。T 形のポイント線助動詞の終助詞またはニードノットハブ過去分詞です。えー、これもね過去について過去形使えない代わりに完了形を使って今の気持ちを表しているんですが、終助詞とニードノットは後悔と非難、もうって気持ちが込められます。終助詞ハブ過去分詞、ほにゃららするべきだったのに、もう自分だったら反省しちゃうもう後悔、他人だったら非難という。 でもちろん手類の代わりにオートトゥーも使えるんですけれどもねごちゃごちゃしちゃうので手術で書いてますそして「ニードノットハブ過去分子もほにゃららする必要なかったのに、ね、過去のこと言うから「ニードノットの後ろに過去形でも置ければいいんだけど置けないからさしょうがない自分のことだったらもう後悔他人のことだったらもうって非難そういう形。 シュルと「ニードノットの場合は気持ちがもうぐわっと出て後悔や非難を表すのこの2つ「のニーっていうね役のポイントもしっかりとつかむことできたはずです。どうかな